27歳高卒調理師で社員食堂で働いてます。コロナの影響で給与手取り16万でセブンイレブンでバイトしてダブルワークしています。通信制の大学で大卒の資格を取ろうか悩んで、まあ、創造大学行こうと思ってます。どっちかの仕事、まあ、セブンイレブンやめて大学行った方がいいと思いますよ。一生それをやるかどうかですよね。調理師の一応資格を持っていて、社員食堂で働いてるっていう状態ですけど、本業が手取り15万なんで、多分5年経っても、まあ、多少給料上がっても21万とか、 で、それ一生やりたいですかっていう話で。なので、もしそれが嫌なのであれば、今のうちに大卒になれるようにした方がいいんじゃないかなと思いますけども。生活ルるでは多分、そのそんなにお金かからないはずなので、そのセブンイレブンのコンビニのバイトをする時給なんか1000円ぐらいのお金っていうのを今稼ぐのは、自分の貴重な時間を費やしてるだけなので、もったいないと思いますけどね。 余力があってバイトして、まあ、お金入るからお小遣いレースよかったみたいな話だったりと思うんですけど35転職限界説みたいの言われるっていうのもあるのとでそれってそのまあ転職するこ、まあ、受け入れ先が35歳受け入れづらいっていうのもあるんですけどその新しい業界に挑戦するだけのエネルギーっていうのが出てこなかったりするんですよ。 で今27歳で大学入って出るのが31歳じゃないですか。なのでそうするとあと4年ぐらいのうちにちょっとバタバタしなきゃいけないので逆に言うとあと4年今の生活をすると多分諦めて。 普通に調理師だったりコンビニのバイトっていうのを一生やることになると思いますよと32歳女性地方公務員確保管理栄養士職を9年間勤め結婚で転居し別自治体の同種の職に転職して1年が経ちました転職までして同じ仕事を続けていますが最近辞めたくなってきました公務員だから辞めるのがもったいないという気持ちだけで続けてるんですが仕事ってこんなもんでしょうかはい管理栄養士を生かした儲かる仕事ありますかありません <laughs> 管理栄養士さんって結構そんなに取るの難しくないんですよね。で取ったとしてもその病院だったり給食だったり大勢の人が食べる食事を管理する場合、まあ、食堂だったりで雇わなきゃいけないよねっていう資格があるんですけどただ別に優秀な管理栄養士さんを雇うと売上が上がるという職業ではないんですよね。 例えばじゃあその病院で優秀な管理栄養士さんを雇うとその病院の売上が3倍になるとかないじゃないですか。管理栄養士さんが ちゃんとしてた方があの安くておいしい食事が食べれるからいいよねというプラスアルファではあるんですけどじゃあ収入が増えるかっていうときついんですよね。給食センターみたいなところがその売り上げが増えるかどうかって営業さんがどれくらい頑張ってその給食の卸先を作るかで要はその社員食堂みたいなあるところにうちの,しゃあの食い物入れませんかみたいな,なんですけどそうやって仕入れ先をどうするとかっていうところの方がむしろその売り上げの利益とかに関しての,ファあの要素は大きいので管理栄養士さんに倍の 給料払ってでも優秀な人に来ててほほしいっていいいっ需要はほぼほぼななななんじゃないかなと思いますなのでその、まあ、ある程度その栄養だったり食べ物だったりその料理詳しいっていうところでじゃあそのなんかあの料理系 YouTuber になるとかであればまあ儲かるかもしれませんけどただまあいろんなその料理系 YouTuber がいる中で管理栄養士っていう資格があるっていうのを売りにするとかであればまだなんとかなるかもしれないですけど管理栄養士の職業そのもので儲けようっていうのはちょっと難易度は高いんじゃないかなと思います。 飲食店を始めたいのですが、コロナ禍の今の現状から考えて始める良いタイミングってありますか？自己資金は十分割開業のタイミング待ちです。えっと、なんで飲食店を始めたいのかっていうのをもうちょっと自分で分解した方がいいと思います。仮にその僕がじゃああのめちゃめちゃ美味しいカレーっていうのを発明して、その友達とかに夸して、これ美味しいよ、これいけるよってなったとしたら、僕多分ゴーストレストランと契約しますね。 デリバリーが割と増えてると思うんですけど、表向きはもう運営してないんだけど、その調理器具とかを貸してて、衛生管理士だったり調理士の名前っていうのを借りれて、で、そのデリバリー専門で料理をして、そのデリバリーの人が来たら、そのウーバーイーツに来たら渡すっていう感じで、その一つのあのレストランなんですけど、その,あの厨房には5人ぐらいの人がいて、5つのレストランの名前でそのウーバーに物を渡してるみたいな、ゴーストレストランっていうのが結構都内にはちょこちょこあるんですよね。 っていう感じで、あれで行くと、その、店一個を開くっていうリスクがないのと、まあ今店舗を開いても家賃が結構高いのと、そのお店まで食いに行く人っていうのはそれなりにコストがかかるので、なのであのデリバリー専門で始めてしまうっていうので、やった方が安全なんじゃないかなと思います。有名なその、例えばカレーだったら死ぬほど美味しいカレーみたいなのをこうドメイン取ってブランドつけて、ある程度お客さんがこうあのウーバーイーツでいっぱい買われてますって状態になって、ワクチンが普及してコロナが収まってから店舗を買いまくるといいんじゃないでしょうか。 ワクチンが普及してコロナが収まり始めると、居抜きのレストラン、ちょこちょこ空いてるのが買えると思うんですよね。なので、あのいいタイミングで安いのが買えて、あのまあ状況が良くなってくる時にあの構成を仕掛けるって言うので、今攻めに行く時期じゃないんじゃないかなと思います。私は栄養士をしているのですが、一緒に働く調理師がよく具合が悪い、腰が痛いなどといって仕事を休んでいます。休んだ日は調理師の仕事を私がいるので、栄養士の事務仕事がどこ滞り、不満も仕事も整。 持っています力さんなどう対処しますかぜひ教えてください上司に相談してくださいこれぐらい休んでるんで自分の仕事ができないので給料を上げるかこの人なんとかするかもう一人雇うか決めてくださいっていうのを上司に言えばいいんじゃないでしょうか 23歳男、私は寿司を使い海外に住みたい和食の調理師です。海外の寿司屋さんに就職して海外で転職するとしたら料理以外に転職できると思いますか思いません。えー、また日本に帰ってきた時料理以外で安定した仕事に就くことは可能ですかいいえ。えー、保有資格は調理師免許、全商募金に給本免許保有、また失業者ので今後は寿司屋でバイトしながらホームページ作成へ、教育士、動画編集をしていこうと思います。寿司屋の場合だと、その寿司屋で働くという形で労働ビザがもらえるんですけど、他の会社の場合って何らかのスキルがない人って、 あの労働ビザを出した形ででで雇うことができないんですよフランスでもアメリカもほぼ変わんないと思うんですけど、例えばじゃあその寿司屋が日本人を雇う場合って、その寿司屋の職人募集っていうのを求人広告を出して、誰も応募してこなかったので、外国人の日本人を雇いますっていう形で、その移民局に労働ビザ出してくださいっていうのをやるんですけど、他のじゃあウェブデザイナーに募集応募しましたっていう時って、ウェブデザイナー募集っていう広告を出すと、フランス人が募集で応募してきちゃうじゃないですか。 そうすると日本人を雇う必要がないよねっていう形になっちゃうのでなのでその雇おうとしたけど雇えなかったっていう証明がないと外国人を雇って労働ビザを出すっていうのができないんですよなので寿司屋以外で就職するのは無理だと思ってくださいはじめまして僕は今年22歳で調理師をしています今年から僕にも後輩ができたのですが盛り付きや切り方だけでなく朝の準備の手順や片付けが全くできません僕なりにネットや本で調べたり教えるのが上手な人に聞いて次から気をつけてを均衡にしたりこまめに横についたりしてますが何度言ってもメモを取って たりしてくれません。あまり言いいすぎるとパワハラになったりして上司も手を焼いています。一度諦めてもいいですか？はい、諦めてください。あの本人が直す気ないんだと思いますよ。あの尚付きがないけどなんか頑張ってる風にするために横に伝っ,ってるってだけなので直す気がない人に時間をかけてもしょうがないのでま伝、あ、っ立てたいんだったらどうぞ伝えてて,てっていうので別に自分のコストわか,かんないじゃないですか。だからそれに手をかけるとコストがかかっちゃうのでコストをかけるのは損なんじゃないかなと思いますけど給食調理をしている人間の数です。はあ。 え最近、チーフが結構きつく当たるのが続いていて、居づらくなって移動願いを出したら、小さい事業所のサブって言われました、昨のチーフに今日は集中していなかった悩みがあるのかと聞かれ、特にないと答えました、移動願いを出したのが正しかったのか、すごく悩んでいます、移動願いを出したのが、もう伝わってるんでしょうね、きっと。 それでそのまま収まるのであれば移動を取り下げてもいいのかもしれないですけど多分収まらない可能性が高いと思うので移動しちゃった方が楽なんじゃないですかあの人間関係って離れるのが一番楽なんですよねその人の性格を直すというのがまあ不可能ではないんですけど他人の性格直すのってむちゃくちゃ難しいじゃないですか。 例えばイスラム教徒の人によしこれからキリスト教徒になろうとか言ってもほぼほぼ無理なんですよなる人もいますよたまにでもその人の考え方とかってなかなか変わらないのでうんこ食う人にうんこ食っちゃダメだよって言ってもうんこ食ったりするわけじゃないですかこの話し続けると何かとまた誰かをディスることになってあのまた僕怒られるんでまあここで止めときますけどっていう感じで人の性格って変えるのすごい難しいのであの相性が合わないんだったらさっさと離れちゃった方が楽だと思います